はいどうも皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていければなと思っておりますが、そして本日のトピックスなんですが、11月に発売予定のポケモンダイパリメイク、こちらのマップについて取り上げていきたいと思っております。そしてその前に、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。ではまずこちらが最新のダイパリメイクのマップなわけなんですが、一方でこちらが昔のダイヤモンドパールのマップになってます。見比べてもらうと大体似てますよね。まあそれは当たり前ですよ。なんでかっていうとリメイクなんで。ダイパリメイクっていうことで、ダイヤモンドパールの世界がモチーフになってます。ですのでそんなに変わりはないんですが、ただ一箇所島が増えてると思うんですよね。皆さん気づきましたか？そうなんですよ。なんとなんと島が増えてるんですよね。今日はここについて取り上げていきたいんですが、皆さん気づきましたか？二つのマップの左で見ていただきたいんですが、小さな小島が増えてませんか？拡大すると分かりやすいかもしれませんね。まあこういった形で小島が増えてるわけなんですよ。この小島、具体的に何なのかっていうところなんだけど、この満月島が該当します。この満月島では、クレセリアをゲットすることができるわけですね。ただ一方で、昔のマップでは、この満月島、表示されておりません。これの理由っていうのは、どれぐらいの方が覚えてるかわからないんだけど、まあ、15年前の話だからさ、もともとこの満月島っていうのは、初期の頃は登場しなかったんですよ。途中で追加要素として登場してきたわけなんですよね。おそらく内部データでは存在したと思うんだけど、ダイヤモンドパールが発売してから、結構時間が経ってから、ある状況を満たすことで、行けるようになるんですよ。なので初期の頃は、マップに表示されてなかったんですよね。ですので、左上のマップでは、満月島が表示されてませんと、まあそういった話になってるわけで、ただ一方で、最新のダイパリメイクのマップ、最初から満月島が表示されております。これっていうのは、実は結構大きいと思っていて、なんでかっていうと、おそらくメインストーリー中に、満月島に行けると思うんですよね。本来であれば、いろいろな条件を満たさないと、この満月島行けなかったんだけど、クレセリアとメインストーリー中に遭遇することができるっていうことを指しております。なので結構でかいんですよ。もちろんクレセリアだけじゃなくて、シェイミであったりとか、ダークライであったりとか、他のポケモンに関しても、おそらく同様なのかなと思いますね。さすがにクレセリアだけってわけではないと思うんで。ですので、ダイパリメイク。昔の作品であれば、途中で追加された要素も、最初から遊ぶことができるっていうことなんですよね。これっていうのはね、かなりでかいと思うよ。なので、アップデートとかで、後日追加されるってわけではなくて、普通に最初から内部データとして入っていて、多分メインストーリー中に立ち寄ることができるんでしょうね。まあ最初は僕ね、アップデートで来るんじゃないかなと思ってたんですが、多分これを見る限りだと、アップデートではなくて、最初から入ってるように見えるんで、そう思うとダイパリメイク、メインストーリーがもしかすると、昔のダイパとはちょっと違うかもしれませんね。まあ寄り道もできるみたいな感じなのかな。まあどういった位置づけなのかはわかりませんが、個人的にはそこも含めて、注目してますね。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であれば、チャンネル登録しといて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、じゃあね。